どうも皆さんこんばんにちは、しぐれにです。今回は東海くんとおとう橋で大撮影会をしていきます。ちなみに僕はおとう橋駅を東海道線の普通停車駅としか認識をしていません。というわけでおとう橋に到着。わかりますでしょうか、この角度。まずは乗ってきたこれを見送ります。
だいたいところですが、時間も限られているので、この電車で名古屋に向かいます。名古屋に到着。ここでみんなと合流します。なぜかみんなで315系を取ることになりました。帰りは新幹線で豊橋まで行きます。列車は名古屋を発車。長野組の皆さん、ありがとうございました。列車は豊橋に到着。いつも通り飯田線に乗り換えます。そういえばリニア間で国鉄マークの入った懐中時計を買ったんですけど、待ちきれなくて開けてしまいました。列車は豊橋を発車。東新町に到着。今回の旅はここで終わりです。初コラボ、いろいろありましたが、最終的には楽しく終わることができました。飯田線9人衆の皆さん、ありがとうございました。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。